ダービーマッチ日本のダービーマッチ北、関東ダービー北、関東ダービーは、茨城県、栃木県、群馬県の北関東3県にホームタウンを置く、日本プロサッカーリーグに加盟する、サッカークラブによって行われるダービーマッチである。当初は、ミトホーリーホックとザスパクサツ群馬の試合の呼び名として、使われ、2009年以降、栃木 SC も加わった。北関東では、 水戸が2000年に J2 に昇格。それから遅れること5年、草津が昇格し、北、関東ダービーが始まった。2009年に栃木が昇格。北関東3県に J クラブが揃い踏みし、北関東勢揃いのダービーマッチが実現した。各クラブ協力のもと、集客を増やし試合を盛り上げるために、様々な企画がなされている。 ミトホーリーホック、15勝14分7敗、ザスパクサツ群馬、7勝14分15敗、ミトホーリーホック、12勝2分5敗、栃木 SC、5勝2分12敗、栃木 SC、8勝4分5敗、ザスパクサツ群馬、5勝4分8敗、NHK ミト放送局は、全国で唯一地元民放テレビ局がなかった、関係で、2004年10月から、 県域地デジ放送を開始し、茨城 J リーグアワーを放送してきた。宇都宮局と前橋局についても、テレビの完全デジタル化を機に、関東広域県から離脱し、県域テレビ放送を開始する方針が決まった。そこで、3県で J リーグクラブが揃ったのを機に、宇都宮、前橋両局に、水戸局の県域地デジ番組制作のノウハウを伝え、 放送開始に備えるとともに、北、関東ダービーを盛り上げることを目的として、2009年度から放送とホームページで情報発信を行い、この3クラブでの対戦独自の成績をつけ、成績第1位のチームを表彰する制度を実施。2011年度まで幹事局は前橋が担当していたが、県域放送が揃った2012年度から首都圏。 ポータルサイトに移行。なお2013年になってからは、関東甲信越10都県すべてに J クラブが存在することから、北関東ダービー関連のサイト並びに、ツイッターアカウントは閉められ、J リーグサポーターズスタジアムに移行した。2004年に、ザスパクサツと群馬 FC、堀越が、日本フットボールリーグに昇格して、以後に JFL でも来た。 関東ダービーが開催されている。なお2004年の1年のみ、ザスパクサツと群馬 FC、堀越による群馬ダービーが実現している。2012年は、アルテ高崎が JFL から離脱したため、北関東決戦は行わない。ありがとうございます。